はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みどもです。はい、歌ってみたです。ウーターマンデッカのオープニング、再度リベンジしてみたいと思います。では、参りましょう。はい、どんたいとでか、とどのてっけんか、もんがたのかがみら、はちらにうつえるからさせか、何をするか探し続けて、誰かのために立ちてるんだろう。絶対に隠れていた光、その感じがして、そこまで素が落ちたんだ。地下で雑誌で行く、フォローしてるんだよ。すぐ在さあ、そんせいは、すぐ、すぐ、そこのさあ。ないのさあ、どうでか、くよだと意味でか、うん、しゅんちゅうが、そしたらつさかいつくから、ゆうかな、せいしがじゅたって、ゆくな、じゅうのさゆじじて、習慣でゲロってかー見上げた隣の中高中学校で育てることって審査なんだろう。それ振り下げるなっていつでもいい、それさえ感じたい、なのに行くもと君は誓った。失礼しさをささいなみくに、あっしゃんしゃんしゃろう、たぬぬさんしゃんせを、あっしゃん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 かけ。大悟海道でか、大名裾でか、見るさすすの世界、実にさすティングの大勇敢な戦士が中大で行くんだ、自分でも未来信じて、この瞬間から続けようってか、ああ、しかめない一日で、どうしながら、どうしなせ、しろ、それも突き抜けて、声か。テレビに出てた、その、のせいか、僕が言わせたのは、なんか、じゃあ、さあ、ここにか。ないのでか、悲しみでか、すぐすぐすぐが、なぜか無視しゃくれてるから、勇敢な戦士が伝えてゆくんだ、すぐすぐすぐ信じて、その瞬間駆け抜けろってか、ご視聴ありがとうございました。